はい、こんにちは。ゲーム実況者の慎太郎です。今回はですね、マリオカート8デラックスの DLC 第5弾がね、実装されたってことで、まあそれを記念したフレセンにお呼ばれいたしました。全部で3グランプリ制となっておりまして、まあ1グランプリ目がこちらの羽カップの4コース。2グランプリ目が、まあ、こちらのチェリーカップの4コース。3グランプリ目が新コースだったら自由の4コースの3本セットとなっております。で、メンバーの方はですね、多分概要欄に貼ってると思うんで、そちらをご参照ください。まあね、もう大変恐れ多いことなんですけど、マリカセの中でね、呼んでもらえたってことで、まあ僕はアモワス勢なんですけど、アモワス勢の誇りを持ってね、戦っていこうと思います。よろしくお願いします。では本編にどうぞ。はい、1グランプリ目、1レース目はね、アテネポリスやってまいりました。まあ、都市コースはね、マジでわかんないかな。一応これ初見じゃないんだけど、まだにわかなんで、走りはだいぶおぼつかないと思うんですけど、ファミ濃いな。ボックスそこあるんだ。たまにね。カメック、まあ中量級らしいからね。まあ強いんですかね。さあさあさあ。アイテムボックスもしかわかんないよ。ダブルしっかり割って。めっちゃアウトにそれぞ。ケース危ない。ケース危ないよ、ちょっと。で、この先カットあるんで、カットしていく。気持ちいい、このカット。で、ダブルしっかり割って。まあまあ、現状悪くない、一応これ。ちょっとボム出そう、ボム。これボム出してる後ろ。はい。アーティクーって まずはワンキル。しっかり義賊さんをしばいて。しばいてないわ。いるわ、ほら。ああ、僕のアイテムが 僕のアイテムはどこ？ああ、ファイヤーボールもいます。終わった。完全に終わった。危ない。減速でかわしていって、立ち回りも全然わからん、ちなみに 何が正解かわかんないね。まあ、金は8枚あるんで、まあ、悪くない気がするけど、もう主張わかんないですね。トゲいってる。ダブルはあれ、ダブルはあれだ、でかいね。で、これキノコ出るんで、待って、ああ 全然わからん。マジでわからん。多すぎる。で、これカットあるんで、キノコでカットしちゃって、9割ダブル交換熱くて、スタじゃないか。まあまあ、前詰まってるんで、この気の読んで上がりきるしかない。後ろからキラーが上がってきた。兵士パックもいます。兵士パックもダメって言ってよな。回ってるんだけど、アイテム取りづらい。オッケー、一回取って、ミロさんやばすぎ。あ、やばい、スターでかい。これスター熱いよ。このスターで駆け上がっておく、最後。レッツゴー。駆け上がっていく。カットを抜けて、あい、真ん中から突っ込んで、で、SJA で、まあ、6位なら。いいんじゃね？これ、ラストスター強えな。まあ。はい、2レース目はデイジークルーザー、ゲームキューブのコースですね。いや、このコースね、癖が強いっていうか、簡単に見えて難しいシリーズなんだよね。多分、マイコ。あ、サラミスった。終わった。マイコと言いながらサラを見せるっていう。アイテムはこれあるのか。ジャンプアクションだ。出ないジャンプアクションが。まあ。ショートカットがね、このコースほぼないんですよ。だから僕はマイコなんじゃないかなって、睨んでるんですけど。前仲持ちいるんで、当たんないようにしよう。やっぱアイテム動いてんな、これ。ラリーのそれは。前で争いが起こっている。これ下行かないほうがいい。これ、ウェルトが早いんだよ。アイテムこれあって、金ねえな、金が。金がない。ちゃんと処理出して。処理さー。おい。しばいていく。犬さんをしばくのは、この男。ダブルムメ。殺戮して、後ろ。ああ ダブルムメで、後ろしばいて。外野すぎだ。ああ、まずいまずい。これ高い、高い、高い。これ高い、これ高い、これ高い。近畿高いです、これ。まずい、まずい、まずい。さすがにまずいって、これ。やばい、やばい。このコースの近畿の、このコースの近畿の、マジで、ああ、やばい。終わった。マジで終わった。このコースの近畿の使いづらすぎる。完全に荒らし。荒らすだけ荒らして勝手に終わってるんだよ、この人。このキラーはアイテム交換間に合いますか？間に合いますけど。これ、こっから入れる保険ある？ちなみに。ここから入れる保険あるのっていう話だよ。サンダーワンチャン踏んないかな？サンダー頼まない。アイテムが悪い、マジで。近畿の弱いって。冷静に。
トゲ。うわーうわーうわーよし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 荒らすだけ荒らすてんじゃない害悪すぎるプレセンデキムラル下手したら。はい、参考攻めはムーンリッチハイベイ。名前にハイベイって入ってるんで一見クソコの香りがするんですけど、このコースね BGM 神なんですよ。あのペルソナに出てきそうなかっこよさがある。マリカっぽくないんだよね、いい意味で。 BGM がまあやっていきますと、めっちゃオシャレマジで。あーこう数字5だボムを起爆していくボンバーマンかなさあ、エルさんもくたばってて、で、アイテム、あ、そういう配置ね。はいはい。了解了解。まあ、このコースね、打開、わかんない。まあ、ぶっちゃけわかんないわ。まだその、いわゆる実戦をやったことがないんで、どういう立ち回りが強いかっていうのは全コースわかってないんですけど、まあ、これスター出たら熱いよ、とりあえず。木野さんスター打開はテンプレなんで、強い。これも運搬でしょ。誰もサンダーテーブルまで下がってないと思うから、あとこれコインが集まったら打開でもう GG よ。で、しっかりこれニスクね。ニスクを決めていくみんなでもニスクいってんね。さすがにそれぐらいはみんな押さえてるよってことだ、はい。ああもう押さないでダメ押すのは金が集まんないから。冷静にこれ冷静スターだけ交換しよう。強い、本当に強いか本当にこれ強いのっていう話だ。しっかりスターループさせてワンチャンサンダー回避狙っていく。ただ振りません。いやこれ、いやだりーなんかイカ消えたしな。これ9割熱いよ。これ裏スターで強いですね。飛び越えて裏スター熱いよ。今金も現状あるんで、結構一回光の怖いでアウトに避けちゃって、この次ダブル交換したら普通に強い。サンダーお持ちの、お持ちサンダー持ちいない。これテレサ、ああダリ、あ、まずい。これ完全に害悪、これは害悪モンスターよ。まあ、しっかりかやかね、人を不幸にする、人を不幸にしていく。これ相手待って人を不幸にして人を不幸にしておく。めちゃくちゃこのフレーセンヘイト買ってそうなんだけどやばそうヘイト。はい、4レース目はシャボンロード。今表記ではね、ファーストレースって書いてあるんですけど、これはまあいろいろね、トラブルというか、諸事情がありまして、こうなりました。まあ、これ4レース目扱いなんで、お願いしまーす。まあちょっとリザルトがね、出ないかもしれないけど、そこで一回目をつむっていただくという感じになるかな。まあシャボンロードはですね、まあ完全新コースってことで、まあみんなわかんないその手探り状態、過去の記憶から、ね、その力を変えないというか、日本語おかしいな。まあ、ね、これは新コースなんで、こっちだこれ。カットしていく、ミスっていくカットしっかりミスって、わーそれテレサ痛いな。この先でね強いカットがあるから、できればキノコを持っときたかった。これ一回アイテムいこうか。ほな、いいよ、しっかりハーフパイプでダブル割って。熱いよ、ちょ弱すぎあーごめん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 、違う違う違うんです、本当に違うんです。アイテム交換がしたかっただけなんです。違うよな、別に俺は悪くないよな、今のなあ。どう思うみんなは。これ事故だよ、不幸な。これ不幸な事故なんですよ、多分。しょうがない。誰も幸せにならないけど。さあ、これ、裏、キノさんがいいなぁ。あー、金キノか。これ1位結構離れてんね。やっぱ TA ガチ勢がいるから、前が早い。ここまあ、キー割れするか。これ、キー割れしながら金キノ使ってバチコリ上がっていこうか。あー、キノさんか。できればスターが欲しかったけど、まあ、しょうがない。ここ、この、もう、ここ荒れすぎたら、もし道が狭いから。これ一回ハーフパイプ、安心と安全の、いけレッツゴー。ダブルバレなくてあっ、ここダブルじゃないんかいここダブルじゃないんかいと。下ルートからスターでしっかりショートカットしちゃって、いやこれちょっと前が遠すぎるな。まあまあ言うて、まあまあ言うてよ。いやこれ8割か。これうわ、これ8割はまずそう。これ何が出るかっていう話か。まあスター行くんならいいわ。おーどういうことこれ完全にもう終了のお知らせなんだけど、僕位置がまあ割って
ターボを使ってワンチャンサンダーで相手もありながら、サンダーサンダーまだサンダー推しのお客様いません。サンダーは知りました、さようなら。ダブル欲しい。もうおい、どっから来てんねー。終わったこれがもしかしてラストアイテムですか。これ GC ストレスだ、ストレスだ。メヤ君抜いて10位負け負け GC。 はい、2グランプリ目1レース目はロサンゼルスコースだっけ。初日を決定戦的なものがね、今回が2本目の動画となっております。よろしくお願いします。まあ、このコースは前こう、いや、わかんないわ。打開も強いかもね。強いショートカットも結構よ多く用意されてるんで、特にね、キノコが強い、キノコが。さあ、しっかり風もらって。赤投げて、これ。やっていく。キノコ、出ないか。ここのキノコ強いんだよね、この初手キノコが。だから、初手キノコが欲しかったんだけど。まあ、残念、残念。まあまあ、金は5枚あるんで、できればこのまま前張っていきたいね。ダブル前にしっかりバナナ置いといて。なんか赤スルーしてラッキー。義賊さんストロボもやばいよ。ちょっと、いつ置くんだい今でしょ。倒していく。は虚無ヒダーも NG。嵐みたいなクラなしで。まあまあ当たってないからセーフ。当たったら犯罪だったちなみに。当たってないから軽犯罪じゃないんです。しっかりスターダブル交換していこうか。まあワンチャンサンダー。いや、引ける距離感じゃねえな。まあまあ、逆感性でも全然いいでしょう。まあ問題はどのタイミングで上がっていくかっていう話やな。まあトゲも行ったんで、かなり前との差が詰まってくるから、金が欲しいですね、金が。ここはダブルないのか。ちょ、止まりすぎ。ここで止まんないで。いや、これやばいな。打開するんならスターはマスク、僕のスター俺にしっかり振っていく。これ狙われてんね。まあまあいいでしょう。いや、無敵ないときついな、これ、マジで。無敵がないとどうしようもない感じがするけど。割っといて、割って、ただ立つよ、これ、スターだから。ガチでスターくれ。木の位置かー。レッツゴー、グライダー？このグライダー強そう。ちょ、邪魔すぎ、こいつ。あー終わりや。ちょ、押されすぎ。あー、無理、無理すぎ、終わった。キラ、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 頼む。あー、弱い。弱いよ。もう、このスター上がるしかない。あれだ、なんかこれ。あれだ、あれろ。いけ。ナイス。あはえやば。大きな打ち上げ花火が。綺麗だったな。はい、2レース目はサンセット荒野。まあ、ここはね、もう見た目からわかる打開臭。ダートがくっそいんだよね。で、ぬかるみとかもあるから。で、ぬからみは踏んだら、被弾はしたいんだけど、まあ、ターボが切れちゃうっていう感じなんで。おー、ボスナーさんやりますね。打開多すぎだろ。もうみんな気づいてる。みんなこのコースが高いってことで気づき出してる。早すぎる。まだ実装されてから4時間ぐらい。これ撮影日が DLC 当日の14時なんで、まだそんな環境回ってないはずなんですけどね。まあ、サンダーは絶対無理、このコースで。サンダー振らないことないと思うから。まさか金集めをしていこうって感じだな。そこで結構ね、この辺滑るんだよね。だから兵法が結構鬱陶しいってのもある。ちょ、全然取れん。まあまあ1枚でいいよ。1枚交換。結構前が遠すぎるんで、そろそろ上がって。これキラーどこが強いの？カヤカしてます、この人。カヤカしてる犯罪者もいます。まあ神田交換。ワンチャンブラサンダー？いやー、木野さんか弱いな。無敵欲しいね。このキャラ弱くね、なんか。ちょっと、このキャラ弱いんですけど、アイテムスルーしたかった。無敵欲しいけど、無敵出ないんだよな。サンダー振りそうなんだよな、ワンちゃん。いやー、終わった、負け組。振ったー、やっぱり。まあ、しゃあない、しゃあない。こっから切り替えて上がっていくしかない。7割、悪くないです。赤か、ずろずろ。後ろ赤だったんで譲っちゃって、キラー光らないようにして、ダブルあって、
まずミスった。冷静に冷静に落ち着け。うおー強え、ここの道強え。バーチカルカットしてダブル割ってで、さすがもっこさん飲んでか。まあ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 耐えることしかできねえ。まあ耐えなのかこれは。まあ耐えてはいるか。はい、3レース目はのこのこみさき。まあここはね、皆さん待望というか楽しみにしていた方々も多いんじゃないでしょうか。多分今回のね新コースの中で僕は一番むずいと思ってるんだけど、でもねやっぱその分おもろいんだよな。初出来の引いた、初出来の引いたけど、どこでレッツゴー。ミスったわ。ごめんミスった、ごめんミスりました、すいませんでした。走り分かんない、やっぱカット強いな、それやっぱカット強いね。さあしっかり僕は走りを勉強してるんだね。さあこのビクゾーさんとトレインさんについていく、この男をしっかりマリカ勢に食い下がって。まあどんどん距離離されてますけど。金さがね、でこの狭い道のねスナイプがね多分俺かわせないっていう問題があるんすよね。まあまあ落ち着いて、いややっぱ前はしっかり TA やってんな、走りが違うもんだって、TA やってる走りだもん完全に。ブメー、金が欲しい、金がガチで金ない、あええ前。早すぎる。いやないかさ。吉田さん上がってきた。まあ冷静に。僕赤持ってますよ。トゲー。かわして。ファイアボールやばってくれ。ほら。やっていく。オッケー。ビクソーさんしばいて。また新しい人が上がってきた。これこうやって、体速を攻めていく。悪くない悪くない。サンダフ。まあ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 、言うてから悪い。言うてこうさんだ、悪くない、そこまで。アイテムも割れるんで、ジャンプアクションバチコリ入れて、強い！これ冷静に行こう。もうバナナ踏んじゃうぞ、これ。本当にお猿さんなんだから。まだいける、まだいける。まだいける、これ冷静に。しっかりカットして、ケイさん、ちょっと仲良く行こう、ほんとね。やばいやばい、ケイさん？ケイさん？ラグいよ。どこにいるんだ、あなたは一体。ケイさん？平和平和。平和猫、平和猫。なんか今赤持ちがくたばってる気がするんだけど、ちょっと走りが、走りが終わってます、この人。あーやばすぎ、やばすぎ、ケイさん、ケイさんやばすぎ。インから抜いて、抜いていく、オッケー。まあ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 、これはちょっと TA のせいが出たんじゃない。まあ最後ケイさんに抜かれちゃったな。はい、4レース目、ファイナルレースはバンクーバーバレー。ここもツアーコースですね。結構ね、1段ごとにそのツアーが3つ追加されるっていうのが最近もありがちというか、でそのツアー系さ、おもろいんだけどさ、覚えるの大変だから結構辛いんだよね。一気に3つくんの。もうこのコースはね、全然触れてないですね。マジでわからん。本当にわかんないです。キノコ引いた。まあ、首都キノ引いたのはね、これ、勝ってほしいな。まあ、ここ結構 SS 飛びやすいんだ、多分。取れなかったけど今回は。まあ、SS しっかり取っていって、でここがさ道が狭すぎやんけん、こんなんボム置かれたら死ぬよみんな。あんなかわせないからね、あのクラクションとかですよ、引かれたら負けってこと、割り切るしかないね。ああ後ろ赤だったんだ、見えなかった。まあまあ冷静、打開しようかな、ちょっといまいちだもんねポジショニングが。下がろうか、ほな金集めながらって言いたいところだけど、ただコインの配置まだわかんないんだよ、実は。まあ冷静に。言うて前がそんなに、誰？正体表した君。誰よ？おい、誰ほんとね。正体表せ。沢さん、沢山さん、あなたです。あなた犯人です。正体表したね。表したな、正体。これ、トゲまずい。引かれるよねー。金ゼロ、破綻です。破産した、この人。破産 GG。これ完全に負け組でしょ。おい、クラ持ってるあの人、やばいって。このクラクション、まずい、しょうがない。まずいまずい。終わった。完全に終わった。罪です。ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。
ここまでとさせていただく。アイテムが、アイテムあったけどさ、これ、割れるか割れる、オッケー。ダブル割って。ちょい。メアくん？メア？メアくん？君はどこにいるんだい？サンダー。ショック！キンキのスターしか出ません。遺族さんが苦しんでる。かわいそうに。あーもう割れ、アイテムが割れんて。まあまあスター中なんでこのファイアボールは大丈夫で、落ち着いて。まだある、まだ割れちゃう。アイテムが、アイテムさよなら。あ終わりだ。あ終わった、終わりだ。あーもう全然アイテム割れません。アイテム全然割れんけど、ポンちゃん死んでるわ、かわいそう。あーもうすごいアイテム割れねえぞこのコース、僕が下手なだけだったわ。あー結局21点とかいう中途半端な総合8位。うーん中途半端。え待って、下さんがマリカセ。どうなってんだこれは。波乱だな。波乱の2グランプリ目すげえなこれ。はい、3グランプリ目の動画となっております。まずは1グランプリ目、2グランプリ目の動画を見てからご視聴いただけると幸いです。で3グランプリ目はね、新コースだったら何投げてもいいよっていうことなんで、1レース目はシャボンロード。いやここねちょっと苦手なんだよな。というかあのね、みんなその TA やり込んでるからさ、普通に走力で前に追いつけないっていう問題が発生してんだよ。マジで速いんだよなみんな。このコース俺 TA まだあんまできてないからさ、走法がよく分かってなくって、ガチでみんな速い、ガチ勢しかいない、みんなが強すぎる。あまあまあ食らったけどリカバーして、そのバランスですと危ない、オッケー、すまないように。でこの扇風機がだるいって話だ、押されるんだよめっちゃアウトに。ハタさん、なんかハタさん前から消えたけどどこ行った。え落下したのか、人これ早くの。しっかりカットして、いやビクトーさん平和に行きましょう、僕らお願いします。ビクトーさん平和に行こう、僕は2レーンです。2レーゲーミング、本当に2レーン。あでもニセペンギンさん後ろいいのか、厄介だね。本当に僕2でいいんですけど、本当です。サンダーっていく。いや、まあ悪くはないか、サンダー。いや、悪いな。いや、悪いな、どっちか出て。踏まれていく。踏まないで。まあ、言うてまだ4よ。言うてまだ1は悪くない、走ってる1は。トゲいって、トゲめっちゃいくな、今回。トゲ飛びすぎやんけ。あ、待って、いった。まあまあ、冷静に。落下はしてない。で、これ確か上の方が早いね。上いるとの早いらしいんで。しっかりウェルトに飛んでいって、あれ、ボムだね、危ねえ。冷静に、よし。なんとかビクゾーさんのボムかわして、悪くない。一応ね。金がない、金が。金が4枚しかないのがまずいけど、それに目をつむれば、ヘレさんに呼ばれていく。これ赤飛んできたら GG なんだけど、ちょっと、後ろ側からったらどう落とし前つけるんだ、これは。What？ あー、もうダメだ。カオス。カオス、ああ、もうカオス。一気に破産した。終わりだ。破産だ、もう俺は。スターって、これスターする。ワンチャンある。3だったらワンチャンある。サンダー高いからワンチャンある。絶対ダブル。ダブル割って、でかい。よ。ショック？うらなー。でもなんか7位でくそー。これやっぱウェルト強えな。おー、カメックが下読みに集結している。まあまあまあ。はい、2コース目はデイジークルーザー。いや、ここちょっと貸したいんだよな。多分、このコースが一番タイムアタックに時間かけてるから、ここちょっと勝ちたいんだよね。でもね、やっぱ、いかんせん、一回前でないと始まんないんだよ、まずは。そう、前が強すぎる、このコースが。ちょ、TA さん？あれ？ちょ、TA さん早速死にましたから、あなた。いかがお過ごしでしょうか。まあまあ死んでしまったものはしょうがないんで、だったらもう金を集めてゆっくり打開していくしかないんですけど。綺麗な都落ちだったな。出落ちも出落ちよ。金欲しい、欲しい、金が欲しいけど余ってない。 OK、 でかい、2コイン交換して、でここも銀の2枚拾って、いいよいいよ、これこれ金あるよ、これ金ナイス。
ナイスそれ。あーもう本当に不毛ねえ、義足さんそう思わない？本当に不毛です。自滅してくさ。逃げ。ハンドメ。逃げ。逃げゲーミング。焦げ。ごめんなさい。ぐだりました。本当にすいませんでした。逃げ。もう、まあまあ、冷静に。言うて？言うてよ。冷静に。コイン！なんで1位バナナで僕コインなんですか？マリオカートさん？ニンテンドーさん、これ見てます？このコース、このゲームバグってます、ちょっと。読んで読んで読んで、まあまあまあ、うわミスった。もう集中してたのにやらかした。はい、3グランプリ目じゃないわ、3レース目はアテネポリス。いやわからん、マジで新コースの勝ち方がわからん。でもね、大体新コースのフレさんはね、その前張ってる人が勝ってるイメージあるんだよ。生まれは総力、登録 is power ってことなんですけど、初手から相手もスルーしていくと、しかも上ルート乗って J 使っていく。まあほら下がれか。この5コインを全て我が収納される。おいしい。この4コイン、お、他にも打開してる人がいるな。誰だこれ、誰だ。お、伊豆さんか。まあまあ伊豆さん一緒で頑張ろうや、同じ打開生として。なんか伊豆さんなんか挙動が挙動が怪しい。伊豆さん怖いんですよ。伊豆さんが不穏な動きが。あの伊豆さんと周辺ほどね、危険な場所はないから。これスターキラーっていうめっちゃ強いハイパーなんだけどさ、このコースのキラーどこ強いのか分かん。アブレーストの部名、まあ回すか。ほなこのコースのキラーどこは強いの一体。伊豆さんトゲに引かれてて、まあ勘で吐こうか。ほな、この先にカットがあるんですよ、確かショートカットは。ここで吐けばいい感じになる。そう、大体ね、マリオカートはショートカットでキラーを吐けば強いっていうね、テンプレがあるんで。知らねえ。パンダショック。お持ちの方、お持ちいないですか。パックやべえ、マジで冷静に。ダブルしっかり割って切らねえな。しょっぺえ部屋ら6で、ちなみに僕6位でいいんで。伊豆さんやっていく。しっかり伊豆さんしばいて、もうしばけ。ナイスナイスナイス、よし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 。ポンちゃん逃がさないよ。差し込ませないよ、にちゃーって嫌がらせしていく。はい、ファイナルレースはムーンラッチハイウェイ。いや今回ね、ワンチャン表彰台あるんだよ。ここで3位以内に入ればトータルの総合のその表彰台あるんで、マジで頑張っていきたい。ってことでよろしくお願いします。まあまあや、とにかく。え、初手ミのネスク言ってる。みんな、みんなのボムを爆破しようとしてる。さすが。今の笑うな。みんなのボムを、ね、爆破しろっつって。そんな感じがしたな。ああ、下手くそ。下がろう。まあまあ下がろう、下がろう。金2枚。アイテムなし。12、GC。だいぶこれ GC って感じがするけど。まあ言うてまだまだ。まだまだ先は長いんで。まずは冷静にコイン、落ちてるコインを拾っていくと。で、なんならサンダーとか積もればね、全然 GG できるんで、ワンチャンあるんじゃないでしょうかということで。あ、危な、これ。ちょうだ。はね。オッケー、でかいでかいでかい。でかいでかい。あとはこの木の皿にスターが欲しいよねっていうのはあるよね。ヘイさん、なんで楽しいんでファイアボール持って、おー何をやってるんだよ、君が。ダブルバレてない。なんでそれ？What？
この貝の潰し合いはどうなってるの紛争地域すぎるんだけど。アイテムの配置が分かんねえな、これ。どこにアイテムがあるのか。アイテムあった、もう一個欲しいんですけど。アイテムがない。アイテムあった。割って割って、でかい換気の。なぜこれ前詰まってるのか。要するに近畿の負けです。ボンボン爆破してて、ラッキー。あ、これ詰まって、指で詰まってる。オッケー、でかい、切り張り熱い。いけ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 、こっからもう駆け上がる。この機能さんで危ない、冷静に。無理すぎー貝がもう紛争地。もうなんで11でファイヤーボール持ってんすか、ケイさん。ダメだ、あーもう終わった、あ終わった、あ、あ終わった、あー最下位からアガ飛んできたあーダメだこの構成。あーもう結局ふと開けてみればね、こうやってよくわからん順位にいるんですよ。総合7位、24点。パッとしない人生でした。晴れのち雨の日も